ただいまマイクのテストをしております。マイクのテスト中です。どうぞ北の前に。すいません、ちょっと音が外ってます。どうぞ北の前にお集まりの皆さん、こんな大変寒い中、雪が多い中、参っていただきまして本当にありがとうございます。これからその場で反原発抗議行動を行っていきます。毎回のお願いでありますが、特に今日は歩道車道上に非常に雪が積もっていますので、十分注意してください。足元滑りやすくなっていますし、道中側の方の通路が非常に狭くなっていますので、こちらがいらっしゃる方はできれば北側の方の、歩道の方に降りていただくか、もしくは南側にいらっしゃる方は2列並んで1列になって、歩行者の方々のスペースをきちんと確保できるようにお願いいたします。それから今日まだこの近くでは多くの方々がまだお仕事をされていますし、ホテルでは忘年会がたくさん行われております。そういった方々にご迷惑をおかけするのは私たちの本意ではありませんので、ご迷惑ならないような音でやっていきたいと思っています。その点でもご協力をよろしくお願いいたします。それでは道中の北門前反原発抗議行動スタートします。Thank you.
関連の施設が作られ、今、建設されようとしています。そんなことを許していいでしょうか。高橋さん、あなたは私たちの総理の代表者ならば、はっきりと言ってほしい。国によって崩れたのか、国の範囲が上がったのか、そんな他人協議のことは言わないで、国会の農民の代表として、泊まり原発が、今泊まっている泊まり原発が、このまま再稼働せずに廃炉にする、大間原発の建設が急げない、このように核の国民を持ち帰りさせない、そのことをはっきりと、農民の代表として、明らかにしてください。社会主義、あなたが私たち農民の代表であるならば、それだけをはっきりと発表する責任があります。それによって金融の反応の責任ではありません。あなた自身の責任です。多くの農民が原発の社会を動くことは、すでに明らかです。今行われている調査の中で、さまざまな世論調査を行っていますが、この世論調査を見ても、脱原発、原発の略という世論が多数を占めていることは明らかなんです。その北海道の同様になります。であるならば、もう今更待つ必要はありません。国の責任だと何とか言わずに、同人の代表である自分らの責任として、そこまで発信できてほしい。北海道から原発を待つ、北海道に核のごみを持ち込ませない、それだと発信と、私たち同人の前で明らかにしてください。これからもずっと続けていきます。高橋議員がこの場に来て、原発の北海道に渡して、そのことをはっきり伝えるのでは、私たちのことは諦めることはありません。そういうことはありません。今は大変寒い中で、教育問題の仕事は少なくなっています。これは北海道の国民にも必要がないと思っています。言葉を通用しても、多くの農民が、原発が早く立ち上がる人の望まれることは明らかなんです。だからこそ私たちが、毎週毎週、これまでの方法を進めていきます。原発の政策も、何事もなく、これまでお伝えするといいます。来週は、この世紀の結果が明らかになることを、そして来週には、原発の中からの声を上げ続けていきます。この際は、いずれが不幸か、何が不幸か変わることはありません。原発をなくしてほしいという、私たち同人の思いは、そんな簡単に決めることはないんです。高橋氏が、一日も早く、その場に来て、私たちの目の前で、同人の目の前で、原発をなくそう、国会の原発のない社会主義を、そうはっきりと言うまで、私たちの行動は止まることはありません。諦めることはありません。決して踏まない。私たちも、そうした人の前、反原発行動、これからも続いていきます。高橋さん、そして、ご近所の方、お仕事されている方々、今日は金曜日ですから、ご連絡される方をたくさんいらっしゃると思います。皆さん、原発をなくして、交渉の不安もあり、国会の汚職を作ってしまっても、その声をあさって、12月11日、はっきりとしていきましょう。何よりも命が大事、お金よりも命が大事だという、当たり前のことを、当たり前の意思を、行動で発行で進めていきましょう。あさって12月14日は、私たちの意思をはっきりと示す日、原発をなくしてほしい、一日も早く原発ゼロの社会、原発ゼロの日本を作っていこう、私たちの願いをはっきりと示す日に必要ではありませんか。高橋さん、高橋さんは、
こちらの一生日はそれをされると思います。どんな思いでそれをされるでしょうか。そこに私たちとおりにとおられると思います。それをされると思います。
核弾頭のない原発というのは存在しません。昔から原発は建てる前提で調査を行ってきたので、基本的に核弾頭と思われるものであっても、これは核弾頭ではないと嘘をついてきただけです。原発のさまざまな問題が表面化してきたのは、やはり国民が原発の本当の危険について気づき始めているからです。原発は危険以外の何者でもありません。報道されていることを鵜呑みにしないで、ネットや書籍で自分自身できちんと情報収集をしてみてほしいと思うんです。書き集めたあらゆる情報を総括してみても、世界有数の地震大国日本にとって原発は危険要素しかなく、現在いつ日本列島に住む全ての人の命を奪ってもおかしくない状況だということが、いとも簡単にわかります。決して難しい話じゃないので、調べれば誰でもその結論になると思います。要するに、現在日本に住んでいる限り、我々は原発によっていつ死んでもおかしくない状況なんです。この最下のものが福島第一原発4号機です。現在福島第一原発4号機はいつ崩壊してもおかしくない状態になっています。そうです。これが崩壊を起こした時、広島に落とされた原爆の4000倍から5000倍の放射能が風に乗って日本列島に拡散します。このことをまだまだほとんどの方が知らずに生活を送っているんです。こんなに大事なことが全く抜けている状態で原発の議論をしても意味がないと思うんです。原発はやはり必要だという方も中にはいることでしょう。それでもね、僕が思うのは、ちゃんと原発のことについて自分で調べたんですかと、調べもしないで結論を出すことは危険なことだと思うんですよ。だって調べていない方は自分が原発によって死ぬかもしれないだなんて思ってないんですから。原子力マフィアは安全性をアピールすることより、とにかく世論から原発は危険だというイメージを取っ払おうと必死になっています。なぜなら原発は安全論を議論したら止めざるを得ないという結論になることは目に見えているからです。真面目にもう後がないですよ。もしかしたら明日にも僕たちは死ぬかもしれないんです。だから自分で調べて自分にできる限りの行動をしてほしい、そう思います。泣いても笑ってもあと2日で今後の僕らの命の方向性が決まります。きちんと投票に行って僕たち変わりましょう。原発で命を粗末にしたり、年間自殺者3万人出したり、尼崎の隅田美代子みたいな人間を出さない国をみんなで作りましょう。日本を作っていくのは報道じゃないです、僕たちです。世論誘導をはじめとするあらゆる報道に騙されないでください。そして
若い人が自分で考えてきちんと東京に行くことを何より恐れているんです。みんなの命と自分の中にある思いやりの気持ち、それを大事にして選挙に行きましょう。最高！反対！
ちょっと恵まれてるのかと思う。ただ飲食の食、
食べる部分ね、これにつきましても今スーパーマーケットですとか、見ると非常に安売りでナイスの野菜が出回っております。果たしてあの茨城の白菜は本当に安全なんでしょうか。皆さん、僕には判断しかねます。僕には1歳の娘がおります。その娘はまだ私の妻の母乳を飲んでおります。その妻に私は茨城県産の白菜を食べ与えることがとてもじゃないけど怖くてできないです。もう安全なものなんてないぞ。みんな自分で自分の感覚を持って食べ物を選ばなければいけません。この時点でこの日本の衣食住の食の部分が丸、バツ、三角で言えば確実にバツだと思います。合わせて十の部分です。この部分につきましてはもう無論福島近辺の方々を見れば分かる通りとてもじゃないけど進めません。それは何か環境は例えば天災ですね、雨とか風とか、雪とかが厳しくて進めないとかそういうことじゃないですよ。自分たちで作ったものを制御しきれずに毒を撒き、その毒を自分たちで制御できずに進めなくなってしまっている。そしてこの進めなくなる可能性がある原子力発電所がまだ日本には54基もあります。54発のとてつもなくでかい毒壺があるわけでございます。これが壊れるときっていうのは前の 3.11 と明確になったように地震、これ天災です。地震を人はコントロールすることができません。この日本国は地震大国です。その日本の地震大国の上に54基もの毒壺を作り、それをまだ動かし続けるという人々の心の中に一体何があるのか。僕は思うにはそういう方々がひょっとするともう頭がいっちゃってるんじゃないですか。人を愛したりとか誰かを思ったりとか国を憂いたりとかする気持ちがほんと少しでもあればあんなもの直ちに止めなきゃならんと国全体でならねばおかしい話です。にもかかわらず、もう緊急に迫っている選挙では堂々と原発を動かすと言っている政党が、かなりの支持を集めているということをマスコミで流しております。これも真実かどうかはわからないですがマスコミで流しております。一体どういうことですかこれは。皆さん、私たちが子供に集まり、原発に入らない、つまりは廃炉、叫んでいるのは何のためですか。それは未来につながる自分たちの子孫、そして強いて言えばですよ、この日本を思って言ってる言葉じゃないですか、皆さん。今まで僕も含めて大人たちは、いろいろ目をつぶってきたところがあると思います。自分で調べもせずに情報を鵜呑みにし、安全安全平和平和日本は OK、 こういう言葉を信じて今日まで、いや 3.11 まで歩んできた部分があるかもしれません。ただもうここにいる我々は違う。すでに、やるべきこと、真実というのは必ず一つだと思う。必要ないものは必要ない、必要あるものは必要ある、必要ないものはズバリ原子力発電所、必要あるものはただ一つ愛です。皆さん愛なんですよ。お金じゃないんです。原発の風呂だったらお金が回らないとかそんな事件じゃないんです。お金より、命よりですね尊いお金なんかないですから皆さん、ね、電気代が上がるから原発止めなくていいとか言ってる人も同じです。はっきり言って原発でお金儲けしてやめたくないって言ってる人も、電気料金が上がるから原発やってほしい、続けてもいいよって言ってる人も、僕の中では同じ人種です。いや、人ではありません。悪魔です。堂々と僕は国会農場の前で過激なことを申しておりますが、ただ僕の心の中には愛がある。これは確信できる。子供に対する愛、家族に対する愛、地球に対する愛、その愛があって僕は誕生に立ってる。だから僕は強い。だからみんなには僕の声が聞こえるはずです。どうか皆さん、一発、でっかい声で、一つご唱和ください。原発反対！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 ありがとうございます。最下の反対、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 最下の反対。
んです。すいませんでした。その前の週の土曜日に首都圏反原発連合のチラシを紀伊国屋さんの前で撒いているスタッフの方を夫が見かけまして、皆さんすごい頑張ってるんだなっていうふうに言ってました。私も毎週ここに来て頑張ってる皆さんとつながっていたいと思って来ております。それでありがとうございます。それで、いよいよ運命の日が近づいて皆さんもヒートアップされてると思うので、私はここでブレイクタイムを皆さんと一緒に持ったらいいかなと思って替え歌を作ってきました。まあ、年が年ですので青い山脈の替え歌を歌います。音楽が2位だったもんですから、どこでどう音程が来るかわからないんですが、手拍子一緒にやっていただけたらと思います。では歌います。青い山脈の替え歌。若く明るい青年が毎週ここに集まって元気に語り合う日本の明日、憧れの夢の実現、原発反対、古い原発いりません、泊まりの街からもいりません、青い山脈緑の谷よ、ふるさとにそんな日本に原発いらない、父も夢見た、母も見た、公園で遊ぶ子供たち、当たり前のことが当たり前にできる、ささやかな親の願いは原発反対。おそらく様でした。再稼働反対、再稼働反対、泊まりはいらない、泊まりはいらない、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、泊まりは廃炉、泊まりは廃炉、原発いらない、原発いらない、原発いらない、原発導入そのものにも非常に恣意的な陰謀を渦巻いているんですけれども、まあ、何せ汚いことが多すぎて、もう原発維持のために、いろんな、まあ、ともかくお金が絡んで、まあ、ヤクザさんも絡んで、それによってもちろん生活している人もいますけれども、なんていうんですか、原発があるがために
苦しんでる人たくさんいて、まあ、ともかくこうやって原発がこういう一旦事故が起きた時のこの衝撃を見るにつけ、まあ、何が良くなかったのか、何が我々にあればこういうことにならなかったのかということをこう本当に突き詰めて考えてみましたが、大事なことは、品性と人情、つまり品性というのは金儲けしたいという気持ちをこうあからさまにするそういう気持ちを出さないでどうやって上品に生きていけるのかということ、そして苦しんでる人に思いやりの気持ちを示すことができるそういう人情、そういうものを大切にして、みんなが生きていってくれるといいんじゃないのかなと思っております。なんとかこういう思いを持った人たちが、もっともっと輪を広げられるといいかなと思ってるんですが、どうしても寒くなっちゃって、それでもこんだけの人が集まってくださって、明後日の選挙でどう何がどう変わるのか、ひょっとするとなんか自民党が300席超えるって言ってますし、本当に厳しいなって思いますが、まあ選挙結果がどうなっても、このデモに参加するような、この動かないデモっていうのがきっと日本を変えてってくれるんじゃないのかなっていう、そういう期待をすごく抱いております。だから今度の選挙、こう再稼働を3年以内に行うって言ってる安倍晋三が総理大臣になったとしても、こう核武装するのがいいっていう石原慎太郎率いる維新の会がそれなりにこう票を集めたとしても、私たちはこういうデモを来れる時に集まって、で続けていって、で少しずつでも隣の人にそういう思いを伝えて、でその人がまた隣の人に思いを伝えて、そうやって広げていって、時間かかるかもしれません。本当は明日にでもこう全部の原発廃炉にしたいと思いますけれども、時間がかかるかもしれません。だけどそうやって変えていく、そういうことが僕の希望です。それが日本の未来につながっていくんじゃないのかなと思ってます。皆さん決して諦めないで、諦めてはいけないと思います。諦めずに続けていきましょう。今度の選挙はもちろんみんな行ってですね、自分のシングルところに投票してもらいたいと思いますけれども、その結果がどうであれ、私たちは私たちの思いを隣の人に伝えていこうと、伝えていってほしいとそう思います。皆さん頑張ってやっていきましょう。Thank you.
して16日、衆議院議員選挙の投票日です。これまで反原発新聞や、原発のない未来のためにの知らせの中に、ヒントがたくさんできて、日本を中断し、有権者はどこに投票していいのか迷っている中で、とても参考になりました。参考になるといえば、たる12月無力化の時だったと思いますが、その同時の記事が目に留まりました。で、五ノ井伊藤、高木東大准教授33歳、政治学専攻で民主理論など研究されている方で、ゼロとは何かなどの一つも出版されています。で、この記事の中にですね、ごまかし読み解けの見出しで、内容は、今回の衆議院選挙の最大の争点は脱原発か、原発出身かという選びやすい構図になっているが、脱原発も特技から10年、20年、30年代など様々ですが、その違いを読み解く紙は、核のゴミの発掘方法を明確にしているか否かにあります。核燃料、最終計画から撤退を明言していない政党は、ごまかしの脱原発で国民を欺いていると言います。一方の原発推進派は、景気管理に、撤退時に原発が必要といい、核のゴミを全く無視しており、全体で、その意味でも、今ここでずっと取り上げておりますが、つまり原発の再稼働や、大間原発の建設再開の問題を抱える北海道は、重要な選択を迫られる感じで、青森県六角村に続き、使用分核燃料再生工場は、ほぼ確実に地方に作られるということです。で、研究室に匹敵する、もしくはそれ以上のテーマと考え、一歩を投じるべきだと言っております。今も迷っている方は、先生との力や政策の実現性は確かに必要なんですが、あくまで政策本人で自分の考えに近い政党を選ぶことの方が大切で、他の人は投票しないだろうとの理由で諦めてしまっては、脱原発実現に向けて動くものも持たないというのです。政府の調査でも国民の8割は原発に反対しました。心の中を同じくする人たちがいることを信じて投票してほしいと思います。仮に自分の考えと一致する政党がないという方は、原発出身よりはまだマシとの理由で選んでもいい。そしてもう一つとても大事なことなんですが、選挙戦のない子どもたちの未来を決める選挙となると言っています。昨年3月3日以降も原発推進、マスメディアや政党や財界は、脱原発というのは無責任だと言っておりますが、逆に言いたいです。これまでずっと見ておりましたが、一度たりとも核のゴミの問題に触れず語らず、非常に無責任じゃありませんか。みんなよりため、生に独立してるように思います。選挙人の
仕事をしていただきたい。これが正しい人間の道と私は考えます。たかが一人の意見として侮ると、天から厳罰を受ける。それを見守って感じて話を聞いてほしい。一人一人は大したことはありませんが、その集まりが集約され、そういった時には非常に大きな力となります。その一つがあさって行われる選挙であります。我々はただ普通の暮らしに生活を望むものです。昨年の3月11日当たり前の生活に戻してほしい。ただそれだけで原発を止め、再稼働の反対を言ってるわけです。大きなこともあります。プロゲームの問題もあります。そういったことをよく考えていただきたい。たる12月8日の原発を通る民衆法廷北海道では、隣原発の廃炉、大間原発の工事停止廃炉、これまでの核廃棄物処理施設の中止、そういったことが判決と出まして、高橋晴美知事は一発で断罪されました。高橋知事、こっから発出の声を聞いて、隣の再稼働を絶対させることをするな。全員会が来年7月までに安全なんとかを決めるらしいが、そこまでこの状態でいくと、原発が稼働しなくても北海道の電力、日本の電力はそのまま使えることになる。そういうことは原発がやれということだ。だから皆さん、一人一人が節約ではなくて、いらない電気を消してゆったりとした生活を日頃行っていただければ、自然と止まりも止まります。大間もダメになります。日本の原発54基と言ってますが、実は違うんです。少なくとももう1基あります。それは何か、どのかというと、横須賀にあるアメリカの原子力空母、これはまさしく原発です。あそこの住民は何も言いませんが、日本の50万発の他にもう一機、あるいは長崎、佐世保の飛行する原発の放射能をまき散らしてるんです。だから我々が近場の原発を廃炉にするというのは最もですが、そちらも含めて廃炉に向かう行動を取っていこうと思います。それからやはり暇ですので、ネットで調べますといろんなことが出てます。今回はアメリカが原発はコストが高くて競争力に負けて次々と廃炉になってるっていうブログでも載ってました。これは水流州、あるいはウィスコンシン州ですね。これは GE のあるところです。そこでやはりコストが高いために競争して負けて廃炉にするという決定が下されています。福島事故の反省から含めて、世界でも原発はこの1月ですが、全世界の138カ所が廃炉になっています。アメリカが28、イギリス27、ドイツ27、フランス12、ロシアの5つ、そういったことで今後10年以内にさらに80基の原子力発電所の廃炉が予測されています。だから世界に先駆けて日本もいち早く廃炉にすべきなんです。福島の事故はやはり免疫力の低下ということで、各種伝染病の増加となって現れています。
これは厚生省の統計に出てます。これは人格の侵害ではなく、いろんなことが出てきますけども、やはり廃棄に対する、あるいは廃棄物に対しての巨額な代償が、各国から要求されることが想定されます。ですから、一日も早くして、こういった無駄なものを、減らしてほしい、そういうことですが、やはりお金の儲けについては、それがどうしてもわからないんです。たった一言、やめると言えばいいんです。早くやめてほしい、そういったことです。で、世の中の人たちは、放射能被害は科学的に問題だと言っていますが、これは医学的見地から見ると科学なんかとんでもないことです。血液とかいろんな病気、これを一生懸命治している医者がもうちょっと医学的見地から放射線の被害っていうのは大変だということを声を大にして叫ばなくちゃいけないのに、ちょっとおろそかになって医者の人たち、もう少し反省してほしいな、私自身を思います。そういったことを含めて、以降の、明日、今日と明日、選挙に向けて、いろいろと活動を、力をつけていってほしいと、そういうふうに思います。それから、日本学術会議は高レベルの放射能廃棄物をカップにしたガラス固化体の地層処分の見直しを提言して原子力委員会に報告したということです。これはガラス固体にしたものは何十年何百年も持つことができないということです。このガラス固体のそばに人間が立って20秒経つと極めて高い放射線を浴びて、それが致死量になってしまう、そういうこと。これを実験としてコロナ目で計画しているようですけども、こういったことが、我々としてはやってはならない、そういうことで、これも含めて廃棄を方向に持っていきたいと考えています。加賀国の日本、10万年を安定して、それを保存する技術がないにもかかわらずやろうとしている、こんなたわけたことを言っているバカがいると、そういったことを我々が管理できるのが自分たちの寿命の範囲、やっと1世紀です。これ以降のことはわからない。だから、できる範囲で処理をする。これはすぐ廃炉にしてやめるということです。まあ、以上のことがいろいろ出てますけども、マスコミは出てません。ですから、自分自身、あるいは皆様とも、それぞれマスコミを信じるでなく、調べて、反原発の行動をこれからも続けていきたいと思います。よろしくお願いします。
昼からですね、浅草ハウスの浦沢さんが来て、講演会をします。私は明日それに参加するために、来ました。皆さんもぜひよろしかったら、来て一緒に学び合いたいと思います。それと、とにかく今日初めて参加して、こんなに少ないかもしれないけど、でも、こんなに気持ちを一つにできる仲間の皆さんがいることを非常に嬉しく思っています。これからも、全国の原発を廃炉にするまで、もし自分の命がなくなったら、仲間に、子供に、孫に伝えて頑張りましょう。ワンダーン。これ要するに再稼働するからオフサイトセンターを移転しようって話なんですよね。廃炉にしてそのまま動かないんだったらオフサイトセンターもいりませんよね。皆さんどう思いますか。これ要するにどうも結局再稼働をやめる気は大事じゃないかと思うんですよ。要するに我々が毎週また声を上げてるのは本当に聞いてるのかっていうぐらいの私昨日ムーツしました。まあ明日あさって選挙かな、その選挙間でも今日はどういうふうに動くかわからないんですけども、とりあえずまずオフサイトセンター移転運動よりまず、まあ、ここで声を上げてってとにかく早期再稼働をやめさせることを決めさせるしかないと私は思ってます。それでもオフサイトセンター移転するって言ってんだったらやめるまでやっぱりみんなに頑張ってるしかないでしょうかね。どうでしょう高橋さん、あんたはオフサイトセンター移転するって言ってんだったら結局やめる気ないんですよ。我々は許しませんよ。我々はあんたがやめるって言うから声上げますからね。じゃあ一発いきますか。会社も反対。会社も反対。ありがとうございました。
多くの方が機会があったら参加しますという回答でしたが、残念ながらいつになった機会が生まれるのか、そのうちなのかどうなのか分かりませんが、なかなかおいでいただいておりません。その中で今日は比叡区に共産党が立候補されている畑山勘治さんが私たちの招待に応えて、この場で原発をなくす決意を話ししに来ていただきました。私たちはその思いを受け止めて一緒に頑張ろうということを確認したいと思います。それでは畑山さん、よろしくお願いいたします。毎週金曜日の行動にご参加の皆さん、寒い中本当にお疲れ様です。紹介いただきました畑山和也です。ホームページに議員や候補者の皆さん、ぜひ来て一言話した方がいいということが載っていましたので、お言葉に甘えて来ていいですかと、これまで3度話はさせてもらいましたが、選挙期間中なんで、きちんとルールに則って今日ここで皆さんと心一つに原発ゼロの訴えと決意をさせていただきます。選挙が終わりになると自分の名前だけを連呼する候補の方が多くいらっしゃいます。多くの方が迷い考えているときに、有権者に対しても失礼なことだと私は思っています。原発のことは原発のことで、きちんと有権者に説明することは最低限の候補者としての責任だと私は思っています。決議原発ゼロが私の思いであり決意です。当選したら何をやりたいか、まず第一に電力会社の情報公開を迫っていきたいと思います。電力料金が高いなどと言います。しかし日本共産党でも調べましたが、東京電力は火力発電所の燃料をアメリカの9倍ぐらい高い値段で買っている。だから電力料金高い、こういう様々な問題が隠されていた。福島の原発事故ではっきりと分かりました。関係者の方もまずいと思った問題は、去年のやらせ内部告発のように私たちのところへ情報が届きます。真実の立場に立たないと原発問題には熱を入れることができません。その時の内部告発の資料は私が責任者として厳重に保管をしています。相手から見たらきっと畑山は国会で原発問題取り上げられたら困ると、もしかしたら思っているかもしれません。大変光栄なことだと私は思っています。原発ゼロのためにまず一つに情報公開をきちんとさせるために頑張ります。二つ目に原発マネーをやめていく、利益共同体をやめていくところに切り込んで頑張っていきたい。さまざまな原発マネーを受け取っている政党や政治家があることは皆さんご存知です。これでは原発ゼロに切り込むことができません。お金を受け取ったらやっぱりダメだ、お金がなくても世論がある、皆さんの力がある、それこそ原発ゼロの確かな力です。金曜日こうやって皆さんが集まった声があるからこそ、私は原発マネーにまみれないで原発ゼロに切り込んで頑張っていきたいと思います。3つ目に、緊急にも再稼働は絶対にさせないために頑張ります。今再稼働をして事故が起きたら誰が責任を取れるんでしょうか。核燃料が原発プールはもういっぱいになってきているのに、使った後の処分方法も決まらないのに、これ以上核のゴミを出すのは子供たちに申し訳ないではありませんか。再稼働をさせてはならない。そうである以上、原発ゼロを直ちに政治決断するべきだと思います。一緒に力を合わせて頑張ります。前回も言いましたが、私は生まれが宮城県石巻市です。
東日本大震災の時に福島事故の放射能汚染がどこまで届くか本当に心配でした。合わせて隣町にある女川原発がどうなるか心配でした。生まれ故郷は直線距離で15キロです。そう考えた時に泊まり原発だって再稼働してはならない。原発の至るところでふるさとを失ってはならない。16万人の方が避難生活を強いられているのなら、直ちに原発ゼロへみんなで力を合わせて声をさらに広めていきたい。私は国会でその先頭に立って頑張っていきたいと思います。多くの人たちと一線で原発ゼロで力を合わせてさらに頑張っていきたいと思います。寒い金曜日の中でもずっとこのように多くのスタッフの方、参加された皆さんが熱い思いで参加されました。こういう国民の声を政治はまっすぐ受け止めるべきだと思います。最後の最後まで私も全道で原発ゼロと候補の役割として訴えていきます。原発ゼロはできると訴えて頑張ります。一緒に力を合わせて本当に子どもたちに責任ある社会を残すために力を合わせて頑張れるのはありませんか。私も頑張ります。ありがとうございました。最下層反対、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 最下層反対。今後の日曜日どんな結果になるか分かりませんが、ぜひ来週もまたおいでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、こんばんは。私は東から来ました。あ、東じゃない。つい最近、北区に引っ越しました。坂本と言います。この東京前の行動、最初に来た時はそれこそ、東地名の駅からでしたけども、私も、飛び飛びですが、もう何回も、参加させてもらっています。こんな寒い中でも、本当にこうやって多くの皆さんが、ている、そして声を上げ続けている、その場所に自分も参加できていること、それがすごく嬉しく思っています。これからも、全日の原発が止まるまで、そして廃炉になるまで、声を上げていきたいというふうに思います。ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。それでは、準備室で、ここを喋らせてください。国会傍聴にいる、高橋はぐみさん、そして、道庁で働いている多くの皆さん、この場所で来ている皆さん、周りにいらっしゃる皆さん、声の届いている方、皆さんにぜひ聞いてほしいと思います。今まで多くの人が話してきたように、原発は止めてほしい、そういう声は国民の多くの声だ、このように言って間違いないと思います。今、あさって選挙があるということで話をされている方もいました。僕たちは原発を今すぐ止めてほしい。稼働している原発は再稼働するな、そのことをみんなのコールで、そしてここでの一人一人の訴えで、みんなそのことは変わらないと思います。今原発は止めた方がいい。いろんな政治家の人、選挙の候補の人、言っている方がいます。
だけど、その人たちの本当の話聞いたら、30年後に止めるだの、止める話をする、そうでは止めるって言ってるけど、私は原発はやった方がいい。なんだかそんな話ばっかりで、本当に僕らが原発を止めたいっていうふうに言ってる声、ちゃんと届くか、そういうことがすごい不安に思います。原発を止めたい、その思いは変わらない。だけど、その声をごまかすような人を間違って選んでしまうような報道のされ方、言われ方、政治家や候補の人たちの話し方、本当に腹が立ちます。僕らは何も迷うことないと思います。原発は今すぐ止める、そして今すぐなくす、というふうに言っている人たちをもうこの場所だから言います。そういう人たちを選びたい。だから誰っていうことはね、なかなかね言えないんですけども、そういう人をそれぞれが判断する、そしてその声が広がるように、そういった声を国会に伝えてもらえるように、どんどんそういう人たちを周りの人に知らせたい、そういうふうに思っています。原発はなくしたい、その思いは一緒に届けましょう。原発なくせ、原発なくせ、原発止めろ、原発止めろ、止まりは入ろ、止まりは入ろ、再稼働は反対、再稼働は反対。ありがとうございました。そして今年また第二次訴訟を起こしました。第二次では第一次を上回る621人の原告の方がかなり加わりました。そして、来週の月曜日11日に、第一次と第二次が一緒になって初めて1233人の原告で、札幌地方裁判所に、裁判を、口頭弁論を行います。11日の1時10分に、札幌地裁の前の大通りにぜひ来てください。そして、あの会場にたくさんの方が傍聴に来ていただきたいと思います。会場に入れなかった傍聴に入れなかった方もすぐ近くで審査会をやりますので、そしてまた傍聴弁論が終わってからの報告会をやりますので、ぜひたくさんの方に参加していただきたいと思います。皆さんのこの熱意で、私たちは北海道から原発を止めていくということを、この歴史の大事故を切っていきたいと思います。よろしくお願いします。
させていただきます。原子炉メーカーを球団集会です。と私たちは今日本製造所札幌支店前にてサイレントデモを行っています。この企業は室蘭にその工場がある企業なんですけれども、皆さんもすでにご存知の方も多いと思いますが、この企業は原発の心臓部分にあたります原子炉圧力容器、この製造と一緒において世界で 80% のシェアを持っている企業です。今100万キロワット級以上の原発、これにはこの企業の原子炉がほぼ不可欠な状態となっています。頑張れ今このような企業はですね、福島の事故を受けて何も反省することもなく、その企業の利益だけのために原発建設に加担しています。このような企業がある限り、せっかく今動いている原発を止めても、再稼働を止めても、新しく作られてしまったら何の意味もありません。そしてこのような企業がどのような技術力を誇ろうが、核を完璧にコントロールすることなどは永久に不可能です。そしてどれだけ安全と言おうが、私たちがこの自然を完璧に想定することもまた永久に不可能です。どれだけ思い上がっているんでしょうか。明日の天気すらまともに当てられないじゃないですか。こんな程度なんですよ、技術力なんてのは。私たちはこのような企業の思い上がり、そして非人間的な行為を絶対許すことはできません。年内のサイレントデモですが、あと1回2週間後の12月28日金曜日、昼12時20分から1時まで、場所が北一条西5丁目、北一条三井ビル前となっています。
そしてその後に大体2時くらいまでの間で北海道経済連合会北一条日産町目と、北連前大通り東町目この2カ所でも引き続き抗議行動を行っています。ぜひ一人でも多くの方のご参加をお待ちしています。よろしくお願いします。参加の反対、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 よろしくお願いします。
泊原発は札幌や北広島周辺まで80キロしかない。もし福島のように爆発したらどうなる。私は大人の一人として今の子供たちに大きな責任を感じます。本当に本当に申し訳ありませんでした。30年経ったらあなたは40歳、きっと子供がいるかもしれません。あなたはその時どう自分の子供に言いますか。命は3番目でいいから、金と物をまず考えなさいと決めつけますか。どうかどうか今考えてください。お願いします。原発反対。来年の春まで、来年の夏までに
憲法25条が切り捨てられようとしているそういう動きがあるんですが、11月の30日に初めて社会保障制度改革国民会議というのが開かれて、すでにもう2回も会合が開かれて、選挙期間中にもかかわらず国民に一切知らせなく、やっぱりこういう裏の影の動きというのがあって、その世を作るためにはやはり彼らの言うことを聞く国会議員を多く生み出さなきゃならないということで、こういう世論誘導がされているのかなというふうに思っています。でも皆さんの周りですぐ原発は再稼働していいですよという人はいますか？周りにいないじゃないですか。明らかにやっぱり我々の感覚と違う結果が出ているということで、私たち強く自覚する必要があるし、あと残された期間は少ないですけども、すぐ原発をなくしてくれるという人を選ばないと、本当に私たち大きく道を踏み誤ってしまう、こういう危険があるこの数日間だというふうに思っています。なので寒い中ではありますけどもね、ぜひ周りの人たちに選挙なんか行かねえよって、どうせってあんま変わねえじゃねえかというふうにね思わないで、やっぱり私たちのまだ決めてないだとか、原発は嫌だとか、そういった声を大きくしていくことでね、着実に日本はいい国に生まれ変わることができる、そのことに確信をね持っていきたいかなというふうに思っています。では皆さんご紹介をお願いいたします。高橋知事、原発の再稼働はやめてください。再稼働反対、隣は廃炉、
それとも住んでた山を原発にぶっ壊されたいい神様たちが怒って飾り始めたんじゃねえかねえっす。新座探索系、この美しいところさ、なんでこんな危ねえもんば作ったんだでかねえっす。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は
皆さん言われたと思いますが、もう間もなく選挙を控えて、自分の意見をどう表明するかとか、自分の立場をどう表明するかとか、もう考えておられると思います。で、俺もどうしようか、どう誰に出ようか、どうやって表明しようか、考えてます。またちょっと時間が経ってるんですよね。いつも来る看護師の方々いらっしゃいますよね。どこどこの看護師ですって言ってくる人。俺も中国の看護師なんですよ。こんな格好なんですけど。あ、知ってました？もう18時間労働の後にもう来ると、もう、脳みそがもうすっかり仕上がってて何をやるってか分かんなくなってますね。だけどまあ、そういうちょっと厳正に考えると、まあ、単純なことなんで食べることが、毎週毎週どういうか思いついてます。まあ、すごく、じゃあ簡単な話をしたいと思います。この間ちょっと、ご家族にもらったパンフレットに面白いこと書いてあって、こういう運動をしてたり、原発を止めろとか、今すぐやめろとか、そういうことを言ってると、賞賛の声よりも、たくさんのツッコミを入れられます。なんで、いろんなこと言われるんですけど、一番多いのは、今すぐ原発を止めて、電気が足りなくなってもいいのか、電気代が上がってもいいのか、経済が回らなくなってもいいのか、そういう点を、まあ、たくさん言われます。だけど、よく考えたら、まあ、覚悟、覚悟と推進した方は言いますけど、逆に推進している方は、どれだけの覚悟で、原子力発電を再稼働させようとしているのか、それがどうなんだということを書いている人がいました。この、今もう去年の事故の現状を見ると、事故が起こるとか、事故が起きたらこのぐらいの被害が起きるとか、このぐらい怖いことになるっていうのは、想像とかの出来事ではなくて、もうすでに障害されて事故になっています。そういう科学的に障害された目の前にある事実を、再び起こすこと、再び起こすかもしれない危険を、覚悟した上でやってるのかどうか、それをちょっと真面目に聞いてみたいです。再稼働、再稼働するけど、こう下に断層があるかどうかわかんないようなものを平気で動かして、で、再び事故を起こしたら、あなたの周りの都道府県、さっきもいつもダメにして、その周りに住んでいる何者の将来も、そこに住んでいた人たちの、もう過去から続く伝統を、すべて馬鹿にも、すべて封印しても、それで全部ダメにしてもいいだけの覚悟があって、原発を再稼働するかは責任をもっと必要なのか、それを、今、この国の政府の人にも推進している政府も聞いてみたいです。そのことを読んでから一週間考えてたんですけど、いろんな推進する人が、いろんな理由を挙げて、もうこうなったら恐ろしくなるから、原発は動かさなきゃなんない。こうなったらどうするんだ、お前は覚悟があるのか。そんなことになって、電気が止まって、実はバナナが死んだらどうするんだ。たくさんの脅しをかけてくるんですけど、ふと気がついたのは、その原発を推進してる人たち、現状のままでしょうがないって言ってる人たちの言葉には、これをやっていけば、もっといい世の中になるとか、もっといい未来になる、もっといい日本になるっていう、前向きな言葉は全然ないんですよ。それはみんな考えも違います。立場も違います。だから、推進するって言ってる人もいれば、やめたいって言ってる人もいる。いろんな立場がある。バラバラに生まれるのは思います。だけど、その進めようっていう根拠に、前向きなものを正直感じられないんですよ。やめるのが怖いから、やめたら儲かんなくなっちゃうから、これまで潰してきたものを崩さないから、やめられないから、やめないって言ってるようしか見えないですよね。何の覚悟もないんですよ。この国はしっかり、しょうがないからやる。しょうがないからやらない。逆に覚悟ないからできない。そんなことばっかり気がついたら何だったような気がします。なんか自分もこういう現実を目にするまでは、もう、
何したってしょうがねえじゃないか。ここまで出来上がってますから、世の中は変わらなくてねえじゃないか。そういう風にそれを思ってました。今でもそっちを思います。毎週ここに立って喋ったって、もう誰かの文句を浴びるだけ、何も変わんねえじゃないか。そうなんですか。毎週集まって、この国に対する政治崩壊とか、毎週自分がやってる行動とか信念に対する、絶望とか泥感を感じると思います。だけど我々は仕方ないからやってるんじゃないんです。しょうがないから続けてるんじゃないんですよ。はっきりした理由と信念があってそれぐらい行動してるんです。こうやってやることによって原発とかそういう被害をもたらすものは止まることによって、それは全部は多少失うかもしれません。失うものも、食らうためにも、必ずあります。だけど、どっちを選んだって苦しいことはあります。人生はそんなあるべきだ。右に行ったって左に行ったって、もう苦労はあるんですよ。だけど、自らの希望を持って、人生を持って、選んで受ける苦労なら、何もでも受けてやる覚悟はありますよ。電気代が上がったから、電気代が上がったから悪いけど、そんなのほっといて、そっちに立ってあげるつもりでしょ。ほっかかってあげるんだから、今からそんな話に出入りですよ、我々ってね。すごく簡単な話、すごく単純な話、そこに戻って、これから来週もね、再来週も毎週おめでとう言ってます。よく間違いなってるぐらい。だけど、少しずつ変わってきてるところ、動いてきてるところがあります。口だけかもしんないけど、今回の選手の公約で、原発をいずれ止める、すぐ止める、まあ、いつかは止めたいと思ってるって言う人だけでも増えてきています。それは、我々がこうやって立ってる活動であったり、日々思っていることを形にしていることが、国中でそれをやっていることが形になってきているんだと思います。我々の顔色を見ないと、国民の顔色を見ないと、選挙に出られない、政策を変えない、そういうのは、本来当たり前なんですよ。ある党の公約を見ました。うちに入ってた暮らしをね、まあそれを言ったらごめんなさい、言わねえけど、どうか言わねえけど、ある党の公約には原発について一言も書かれてなかったです。なんでかって言ったら、下手なこと書いて反発されるより最初から売れない方がいいと思ってるから。それだけ我々が言ってることをやってることは意味があると思います。ずっと歩いてきた中で、たくさん動かしてきた過ちを、ちょっと
取り返せ。当たり前に初めて初めて来たのよ。そっからまた勇気を持って一つ一つ頑張ってみる。ご視聴ありがとうございました。団体の方おしまいです。